はいどうも、千葉真です。今日はですね、もう季節は12月も過ぎて冬を迎えております。岩手はね、外を自転車で走るっていうのは非常に難しくなっております。そんな中で、自転車はもうシーズンオフかな、あと春になるまでもう乗れないかな、なんて嘆く必要はありません。嘆いてる暇はないんです。そう、来年に向けて、今僕たちサイクリストが冬の間何をすべきか、そうベースアップトレーニングなんですね。冬の間一切自転車乗らないっていうことをやってますと、春になった時にあれこんなもんだっけ、全然乗れねえななんてね、体がね整ってない状態で自転車乗ると去年の自分とのギャップに驚かれることが多々あると思うんですよ。僕たちはやっぱりね冬場も頑張って自転車に乗らなきゃダメなんです。でも冬は寒いです。そこで寒い中頑張って自転車乗る人強いと思います。ただ寒いのは苦手、雪が降って外乗れない、そういう方たちはやはりローラー台を使ったトレーニング、それをやっていくしかないんですね。でもローラー台に乗るって言ってもローラー台に乗るの難しいと思うんですよ。難しいっていうのは外走る時は3時間4時間とか平気で乗れたと思うんですけれども、ローラー台で3時間4時間乗るのっていうのは結構苦痛なんですね。外で走るのに比べても着てる服とかは汗だくなりますし、たとえ扇風機をつけてたとしても結構ビシャビシャになるんですね。で朝入ったらタオルもビシャビシャになります。もうビシャビシャなんですよ。でじゃあダラダラ3時間4時間走れるかっていうと結構ねそれも苦痛なんです。ローラー台イコール苦痛みたいなね、その苦痛なローラー台を何時間も走るのは辛い。じゃあ1時間半、コンパクトに走る時間を短くしましょう。そうなるとダラダラ走っていたら自分のね走れるペースが下がっていく一方なんですね。それじゃあまた春になった時にいざ外走ろうといった時にやっぱ体力の低下っていうのは否めないんです。若い子だったらすぐ復活するんでしょうけど、もうおじさんたちね、今動画見てる大半のおじさんたち、春までの過ごし方今までと変えませんかということで、今回は Zwift、 僕が Zwift で作ったメニュー、こちらを紹介していきたいと思います。今回紹介するメニューは SST メニューっていって、自分の FTP 値を基準にして FTP 値の 88% から 94% っていうね、ここの美味しいところ、すごくきつくもなく緩くもないっていうこの美味しいところ、ここを基準にしたトレーニングで、普通の SST メニューだとその SST のスイートスポットって言われるところね、その範囲で20分やりなさいっていうね、結構ねきついんですよね。その20分やれってきつくないですか。20分間やりなさいって言われたらそうきついんですよ。でそのね SST メニューね、20分を3セットやるとかって言うんですよ。よく雑誌とかね、そういうネットで見ると SST メニューね、そのきついところを20分を3セットっていうのは、よほどトレーニング慣れしてる人、トレーニングの辛さに慣れてる人、やっぱトレーニング辛いんでそれに慣れって必要なんですけども、トレーニングに慣れてる人だったら耐えられるんですけども、毎年のように冬場おサボりしているおじさんたちは辛いことは嫌なんですね。疲れることに非常に臆病なんです。そんなおじさんたちにおすすめするのが今回紹介するメニューでございますけれども、僕のね SST メニューはメリハリ、そしてダメだった時でもリカバリーしやすい、完遂しやすい、最後までやり遂げられることができやすいっていうねメニューにしておりますので、これをね一緒に冬場やっておけば春あなた若えやつらなんかに負けねえぜっていうね、そんな自分になってると思います。今回紹介するトレーニングメニューですけれども、僕基本的に部屋でトレーニングするときは Zwift を使ってローラートレーニングしてるんですけれども、紹介していきたいと思います。まずねトレーニングメニューはね、ここのトレーニングっていうところにあるんですけども、トレーニングっていうのをペチッとこのワークアウトの中にさまざまなトレーニングメニューがあるんですけれども、今回僕自分で作ったトレーニングメニュー、そちらをねここに入れてます。で今回紹介するのは SST トレーニングメニューでございます。まず最初に全体こんな感じのスイートスポット SST の領域、 FTP 値の 88% から 94% の間を走ることによって自分のベースアップを目的としたトレーニングでございますけれども、まず最初にねここね、ランプアップですね、最初のウォーミングアップみたいなもんですね。5分間のウォーミングアップを行います。ここでね、足とローラー台を温めていきますね。いきなりねドーンと走るのは、体にも良くないので、まず5分間のウォーミングアップを行います。まずここですね。まず 90% ね、FTP 値の 90% を3分間走ります。20分やらないのと思う人もいると思うんですけど、まずここで足慣らしですね。負荷に1回慣れましょう。まずここで今日の足の調子を確認しましょう。その後に3分間休みましょう。FTP 値の 50%、 ここで1回足をフレッシュにしましょう。その後ですけれども、また3分間 90%、 これを6回ですね。なぜ18分間ワンセットにしないのかというと、例えばですね、毎日足がフレッシュで20分間やりきれるような足を持っていれば、そういう人はいいと思います。ですけれども、毎日トレーニングをして足に疲労がある、でも SST メニューをしなきゃならないという、ちょっと仕事の疲れが出ているなどね、そういうのがあると思いますけれども、そういう時とりあえず3分間頑張ってみよう、ちょっとここで思ったよりもパワーが出ないっていう時は、次の3分間少しパワー下げて走りましょう。で、次の3分間、ここは 90% 頑張りましょうっていうね、こうパワーのコントロールがしやすくなるんですね。でこれを全部ひとまとめの18分間20分間にしてしまうと、そこの何分間頑張ろう、1分間頑張ろうというコントロールが自分でやらなきゃならなくて、結構その走ってるだけでも精一杯なのに、いろんなことを考えながらトレーニングするっていうのは、こう頭を使いすぎて、ちょっとやっぱりもう今日やめようかなっていう逃げに入りやすくなってしまいます。そういう逃げないためにも、まず3分間頑張ろう。次の3分間も極端な話、ここ休んでもいいわけですよ、ダメだった場合。で次の3分間頑張るっていうね、やり方もあります。そういうフレキシブルなトレーニングをできるためにも、ここで3分ごとに区切ってます。これが僕の考えてる SST メニューのやりやすさですね。逃げやすさというか、無理に基準内に入れ込もうとしない、何て言うんだろうね、ちょっとうまく説明できないんですけども、簡単に言うと、こう3分ごとに区切って、目標値、目標するゴールを3分後というね、短い範囲でのゴール設定をしていくことで、メニューの達成しやすさ、それを上げていこうという目論見みになります。でここで計18分間のメニューをこなしたら、次は8分間休みましょう。ここで足を1回休めます。で2セット目になるんですけども、2分刻みになります。やっぱりですね、2セット目になると1セット目の疲れっていうのはもう少なからず残っています。でも SST メニューっていうのは、20分1本やるよりも20分2本20分3本やった方が効果的なんですね。効果はどんどん上がっていきます。なのでここは区切りの時間を2分単位にしております。ここはさっきまでは自分で 90%、 もしダメならパーセントコントロールみたいなやつっていう話をしましたけれども、ここでは 90%、 そして次では SST 領域の最大ね 94% まで1回上げましょう。ここ頑張るセグメントです。ここのセットは頑張るポイントですね。90% から 94% をやって、次 90%、 その繰り返しですね。 90% と 94% の繰り返し、2分おきの繰り返しを行います。ここで単調な SST、 ずっと 90% を2分間やりましょうっていう単調なメニューから、ちょっとねメリハリをつけたメニューにするために、ここはあえて、90%、94% を繰り返して行っています。それによってね、飽きない、メリハリをつけて飽きさせないというね、狙いがあります。これも2分おきに、2分ごとのセットで10本繰り返したワンセットになっております。で20分、その後にまた8分間の休憩時間、休憩時間といってもこの間は足は回し続けるんですけども、8分間低負荷で足を休めます。その後最後のセットですけれども、ここはね、今までの中で一番負荷が軽めにしております。なぜかというと、もう1本目2本目をやった段階で、もう結構ね、気持ち的にも足もそろそろもう疲れてきて、やめようかなって思うんですよ。この時点で1時間走ってますからね。時間がない人はこの1時間で終わらせてもいいんですけれども、時間があと30分取れるよっていう方は、もう1本走りたい。でも1時間もローラーすると、やっぱり気持ち的にもうそろそろやめてもいいかな。またあの SST の領域のパワーを出すのは結構辛いなっていう気持ちになりやすいです。そうなりますと、少しパワーを下げましょう。ここはね、 SST 領域の下限値の 88% まで下げます。まずここを目標にパワーを上げていきましょう。パワーを設定していきましょう。ここもこのセットも毎回2分おきに2分ごとのセットになりますけれども、まず最低値の 88% で、次また 90% 中間値ですねだいたい中間ぐらいの 90% 出します。で 88%90%を2分ごとに繰り返していく。それを10本やって1セットの20分。だからやっぱりね、一番最後3本目は少し疲れてきたところを狙って、少しパワーをターゲットパワーを落とした状態のメニューになっています。この時もね、もしもう 90% も出ませんってなったら、ここで1回休みして、次のこの 88% の2分間、次の2分間で頑張る。このリカバリーしやすさはありますよね、この2分ごとに区切りということで。はい、そういうふうにね、やりやすさを考えたメニューになっております。これならこの1時間半、1時間のメニューも完遂しやすいんじゃないかなと思います。僕は今までやっぱり20分間の SST っていうのをやってきて、なかなかね、最後までできなかったんですね。でもこのメニューにしてからは、最後まで1時間半ローラー台で自分を出し切ることができるようになりましたので、これローラー台苦手な方、 SST メニューが苦手な方、是非これやっていただきたいなと思います。もう千葉新サイクル一番のおすすめでございますので、是非是非やってみてください。僕も富士ヒルに向けてこのメニューを中心にやってるんですけども、前回紹介した FTP テストの結果15W 上がりましたけれども、1ヶ月僕これやって15W 上がりました。多くて週3回、週2回、2、3回やってます。それで上がりました。なので効果はね、てきめんで、これを僕ね、半年間このトレーニングメニューをベースにやっていくんですけれども、というわけで、今回紹介したこの SST メニュー、これをやる価値はね、僕あると思います。これをね、週2回3回取り入れていけば、冬場の衰えっていうのは最小限可能な限り、今冬場サボってて、そういうトレーニングとかね、平日やっていなければ、時間がある限り やればもう達成感。俺はこう今日トレーニングしたぜ、やったぜ、仕事忙しいけどトレーニングもやったぜ、見てろか若えならつら、俺はグレートだぜってなっちゃうわけなんですよ。ということでね、そういうね、自分の気持ちを奮い起こすというかね、こうテンションが上がるメニュー、完遂することによって、達成感を得られる、そんなメニューですので、よろしければやってみてください。これ門外不出でもないけれどもね、はい、そんな感じのメニューでございました。はい、今回紹介した、このトレーニングメニュー参考になったっていう方は高評価、そして次にも僕の動画見たいよ、見逃さないよって思ったらチャンネル登録、そして何かね、質問等ございましたらコメント欄にコメントどんどんお書きください。コメント返しは 100% でございます。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。